海の恩恵に感謝し、海洋国日本の繁栄を願うことを目的に、22年前に設けられた祝日、海の日。県内では今年も7月15日を中心に様々な催しが行われました。海運や港湾事業、また海難事故の防止に功績があった個人や企業、団体を称える海の日海事功労者表彰の表彰式が7月17日、和歌山市で行われました。これは国土交通省和歌山運輸支局と県海運協会が毎年海の日に合わせて行っているもので、2つの企業と個人8人が表彰されました。海の日の7月15日には、車や徒歩では近づくのが難しい場所をきれいにしようと、プレジャーボート愛好家らによる清掃活動が行われました。参加したおよそ30人はプレジャーボートに乗って3カ所を回り、海岸に上陸して清掃活動を行いました。この辺りの海岸は北風で海のゴミが集まりやすく、缶やペットボトル、プラスチックゴミなどが打ち上げられていて、参加者はおよそ200袋分のゴミを集めて港まで運びました。今年もたくさんの人が訪れているビーチで海の魅力について聞いてみました。自然が綺麗なので癒されるっていうか、はい。やっぱ気持ちいいですよね。うん、最高ですね。全部忘れますね、いろいろ。海の魅力です。落ち着くところです。いや、もう海に足入れた時からもう全てリセットされますね、普段の生活から。はい。日本財団が行った海と日本人に関する意識調査の結果がこのほど発表されました。この意識調査は全国の15歳から69歳までの男女を対象に行われ、1万1600の有効回答を得ました。調査では海に行きたいと答えた人が全体の 73% となり、海に行きたくないの 27% を大きく上回りました。また海に行きたいと答えた人の 86% が子どもの頃の海での楽しい思い出を持っていると答えています。このほか海に行きたいと答えた人の中に、豊かな海を守ることにつながると意識している行動として、浜辺で自分たちが出したゴミの持ち帰りや生活排水への配慮を挙げている人が多かったことが分かりました。こうしたことから日本財団では今後、親子での海の体験や学びの場を提供したり、海と暮らしの関係性を理解するためのツールの開発などに積極的に取り組んでいく必要があると提言しています。海と日本プロジェクト in 和歌山県は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として取り組んでいます。海と日本。